はい、どうも、めチャンネルです。本日私はですね、今、セントレジス、ランカウイさんの方にね、お邪魔させていただいてまして、これからね、もうチェックアウトをして、これからリッツカールトン、ランカウイさんの方にね、向かっていくという形でございます。今ね、午前中雨が結構降ってたんですけど、かなりね、いい天気に復活してきましたので、めちゃね、楽しみです。じゃあね、これから、リッツカールトン、ランカウイさんの方に向かっていきたいと思います。で、参ります。はい、今ね、出発しました。これからね、リッツカールトンランカウイさんの方に向かっていきますけど、グラブのね、車がもうめちゃめちゃ広くてロケ感ありまくり。そしてですね、こちらのね、カードをセントレジさんの方にいただきまして、これでですね、国内線のラウンジ、特別のラウンジにね、入ることができるというものになってます。これもね、あの動画でまたお届けできればと思います。じゃあリッツカールトン向かっていきます。こちらがリッツカールトンランカウイですね。チェックインね、厳重なチェックがあって敷地内に入れる感じですね。はい、確認がね取れました。敷地内に入っていきましょう。はい、今ね、チェックインさせていただきまして、めちゃめちゃね、すごい、スケール感が半端ないです。いやまたね、セントレジスとは全然違ったね、雰囲気をね、楽しんでいただくことができるんじゃないでしょうか。いやすごい、なんか、スケールがね、半端ないですね。もうこれ多分全部敷地内ですもんね。はい。すごいことになっております。はい。チェックインのね、タイミングでおしぼりとお茶をね、いただいております。はい。ということで、暑いんでね、ちょっといただいていきたいなと思います。このお茶、香りがね、めちゃめちゃいいですね。なんだろう、ちょっとね、酸味がある感じなんですけど、甘くてね、美味しい。すごくさっぱりする感じですね。うん、うまい。荷物が、我々の荷物が、はい、今ね、チェックイン手続きが完了いたしまして、これからバギーでね、お部屋の方にご案内していただけるという感じでございます。で、車がね、着くと、こちらのね、ドラを鳴らしていただけるという感じですね。はい。ということで、バッグ OK？ いや、はい、OK。はい。姉さん、頑張りました。これね、バギーは後ろに乗るのがね、鉄則です。楽しいっす。はい。ということでね、バギーでね、今、送迎していただくという感じですね。おぉ。いや、とにかくね、敷地がめちゃめちゃでかい。そうですね、シギラ感がありますね。シギラ感シギラ感が半端ないです。おい、我々のお部屋は、16ですね。16だそうです。ビラの16です。今、アラマンダの10です。お、登るね。よいしょ。15と見えたので。おー、16。Thank you。はい。ということで、本日のこちらのお部屋ですね。ビラ16と。いうお部屋になっております。いやー、完全にね、もう戸建てみたいな感じですね。すごい。いやー、玄関、めっちゃ広。傘もね、そちらに置いてあります。じゃあね、行ってみたいと思います。おお、めちゃめちゃ、海と、おー、プールもございます。すごい。なんだこれは。はい、全容がね、ちょっとあれですけど。はい、じゃあね、入り口の部分からちょっとね、見ていきたいと思います。まあこんな感じでね、水回りが奥という感じでしょうかね。はい、じゃあ玄関戻って、こちらのリビングでしょうかね、こちらの方からご紹介していきたいと思いますけど、このウォールナットがね、ちょっと黒くなったようなウッドが使われてて、かなりね、扉も
大きくて高級感ありますね。はい、で入っていただいて右手にですねライティングのモードを選べるねコントローラーがあったりとかエアコンのねコントローラー等がございます。そしてねすぐミニバーのコーナーとなってましてこういったねおやつ類、はい、クリスピーとかねそして、グラス類とお菓子そしてお水とネスプレッソマシーンそしてアイスペールとおこれなんだろう急須みたいな感じですかね茶器大きい紅茶とか入れられるのかなあこれがあれなんだ電気ケトルなんだおしゃれおしゃれ電気ケトルですね。でこちらがアイスペールそしてワイングラスとかがねありますという感じです。でこちらの下がワインセラーなのかなあ冷蔵庫ですね。はいこちら開けていただくとほらペプシセブンアップ入ってますね。でこの下がジュース系グアバジュースとかオレンジジュースチョコはい。そしてこちらのね炭酸水だったりとかお水とかが入ってます。はい。でこちらピルスナーのねはいビールだったりタイガービアハイネケ等がございまして一番上がはいこんな感じのシャンパンとかねございますね。はい、かなりね豊富ですね。はい。そして、正面にもうね猿に火をつけてくださいというのがね窓にも貼ってありますね。はい。でおしゃれ本が置いてあって、ウェルカムスイーツですかね最初チーズかなと思ったんですけどスイーツですね。めちゃめちゃおしゃれ。そしてリッツカールとランカルと入ってますね。はい。でナイフ等があっておこれちょっと置物かなと思ったけどガチフルーツですね。ウェルカムフルーツでした。リンゴ、みかん、マスカット、プラムですかね、バナナとドラゴンフルーツとマンゴーございます。はい。あ、キウイとかもあった。これなんだろう、これわかんないな。すごい。そしてメッセージカードがあってこういったねオブジェまな板みたいなのがあったりとか、こちらは鳥のね置物と電話機があってここなんか開けられそうですね。鳥を残さないと開けられない。開けちゃいけないとこなのかな。はい。まあ配線あここにもねコンセントが2箇所と、USB-A がね2箇所あるという感じです。お反対側も実は開きそうですね。ただこの鳥ちゃんをね毎回どかさないといけないということがありますね。はい。こちらの猿気をつけてくださいっていうところを開けていただくと、あ、まあ普通にね、収納スペースになってます。特段使うことはね、なさそうですね。はい。まあこんな感じ。そして、こちらのね、絵画。なんか、おしゃれですよね。そしてシーリングファンとありまして、この天井の高さ。いやー、これね、伝わんないだろうな。どうだろう。3メーターぐらいあるんじゃないかな、あのてっぺんまで。はい、ございます。そして、リビングスペース。こんな感じになってまして、テレビがね、ここにございます。55インチぐらいありそう。もっと大きいかな。で、このようにね、ウッドになってて、角度をね、調整していただくことが、できるというふうになってます。ただ、あれですね。HDMI とか、USB とかは、差し込むのが困難なタイプじゃないかな。なんか別に差し込めるタイプのところはないですもんね。はい。で、こちらがシーリングファン等のね、コントローラーでしょうかね。ほら、窓にも、さらにね、ご注意くださいとございます。で、テレビのリモコンだったりとか、おしゃれ本ございます。いや、ソファーとかもね、かなり広々としていて、もう寝っ転がれるぐらいのね、ゆったりとした感じですね。で、こちらのお部屋がなんかね、茶室みたいな、プチ会議室みたいな、ね、もうゆっくりできるスペースがあって、このようにね、湯飲み茶碗があったりとか、ティースプーン、そして茶器がね、あるという感じですね。これもね、非常におしゃれ。ここは扉とかね、特段閉まんなそうですね。で、カート、カーテンのね、調整と。お、なんか猿の、あ、鳥か。鳥の鳴き声がめっちゃ聞こえます。すぐそば。もう本当にね、自然に囲まれてる感じですね。猿かなと思っちゃいました。はい。で、こちらのね、カーテン類のコントローラーが、こちらにあるという感じですね。はい。で、下のコンセントはね、こちらは日本製のね、コンセントはさせないタイプのコンセントが2箇所あるという感じですね。で、ゴミ箱という感じです。
いかがでしょうか。もうリビングだけでも圧巻ですよね。いやー、皆さんあのね、プールとか早く見たいと思いますけど、まあこんな感じでね、海も見ていただくことがね、できる、ビューとなっております。で、こちらの下にもね、はい、なんかね、庭が、テラスがあるんですけど、まあここはね、ちょっと後ほど見たいと思いまして、まず主寝室の方ね、行きたいと思います。ドーンと、ベッドがね、このように置いてございます。で、ベッドのサイドパネル、これはね、日本のコンセントも挿していただけるタイプになってます。で、USB-A が2箇所と、電気のね、コントローラーがあります。で、おしゃれ本があってですね、電話機とテレビのコントローラーとリモコンのコントローラーがございます。で、足元の方には、なんかね、物置があったりとか、収納スペースには聖書等がね、ございますと。で、アクセサリー等をね、置いていただく貝殻、葉っぱかな、あります。まあ、照明とかもね、非常におしゃれなね、模様が入っていて、ウッドがね、すごい、あの、濃い感じのね、ウッドが使われていて、統一感がありますね。でも床は、多分ね、広く感じるように、ちょっと薄いね、フローリングが使われていたりとか、絨毯はね、茶色で、まあ、統一感があるような感じの、なんかコントラストになってますね。で、ドーンと、キングサイズのベッドがね、ありますと。で、こちらのテレビありまして、リビングと同じタイプですね。で、角度をね、こちらも、このようにつけていただくことができるという感じになってますが、まあ、USB-A だったりとか、あの、HDMI はね、ちょっと挿すのは難しそうなタイプですね。で、上もね、天井がこのようにかなり、高いというふうになってます。で、ベッドの方からはやっぱりね、プールビューという感じですね。まあ、これね、完全にプライベートプールでございますんで、いつでもね、入っていただくことができます。夜ね、どんな感じでライトアップされるのか、ライトアップがないのか、ちょっとね、気になるところですね。はい。で、こちらのね、ベッドパネルの方ですが、こちらも同様にですね、モードとかね、選べる、はい、プライバシーボタンとかもあったりしますけど、コントローラーがあって、USB-A が2箇所と、コンセント。これも日本のね、コンセントが差していただけるタイプですね。で、Bluetooth のスピーカーかなんかですかね。はい、置いてございます。そして、足元の方にも、このように収納スペースがあって、お、なんだこれ。あ、違う、なんか動かせるのかなと思ったら、動かせなくくっついてましたね。おしゃれですね。中が地図になってます。はい。という感じです。これがね、ベッドルームという感じですね。いかがでしょうか。いやー、めちゃめちゃ広いですね。はい。そして、こちら、あ、ここもね、扉閉めていただくことできますね。はい。このように、閉めていただくことができて、水回りの方ですね。うおー、天高がね、めちゃめちゃ高いんで、扉1枚がね、めちゃめちゃ大きいですね。はい。水回りの前に、この裏ですね。この裏にはね、収納スペースがこのようにございます。ドーンと。ね、もう荷物入っております。ここね、開けることはできますけど、特にね、何か入ってるっていう、あ、これセキュリティボックス、セーフティボックスがね、ございますね。で、こちらから、ここら辺は空ですかね。はい。空となってます。はい。あ、でね、麦わら帽子がね、こうやって置いてあったりね、非常におしゃれ。そしてこのバッグ、これは持ち帰り可能っぽいですよね。ちょっと気になりますね。あー、この柄、めっちゃ可愛いじゃないですか。そして、編み編みバッグ。これもね、いい感じですね。売り物かなんかなんですかね。こんな感じでね、置いてございます。すごい。そしてハンガー。バスローブには、ね、ちゃんとね、リッツカールとランカウイということでマークがね、入ってございます。あ、すごくね、触り心地がいい。タオル生地っぽいというよりは、もう本当にね、あの、着るものっていう感じのね、バスローブとなってます。で、アイロン台とアイロンがあって、で、こちら、多分ね、シートとかにね、あの、ベンチとかにかけていただくことができるタオルというふうになってるんじゃないかなと思います。おお、反対側にも丸々同じような収納スペースがありますけど、多分ね、ここも使うことはほぼ、ないスペースなんでしょうかね。念のため。はい。特にはね、何か入ってるということではなさそうです。はい。で、こちらの足元の方ですね。はい。見ていきましょう。おー、これもかわいい。先ほどの、なんか同じような感じなんですけど、風呂敷みたいな感じですね。
自然豊かな感じしますね。すごいかわいい。ここは特段なくて。で、こちらが、おぉ、サンダルですね。ビーチサンダルではなく、なんかこんな感じの編み編み風ですけど、まあ、ビーチサンダルですね。いやー、おしゃれ。そして、替えのね、枕と、で、こちらに、はい、靴べらだったりとか、シューシャインとかね、ございます。という感じで、シューポリッシュ。いやー、この麦わらと、ね、このバッグ、めちゃめちゃ可愛い。これはパンダさんとね、取り合いになるのか、もう一個ね、いただくことができるのか、ちょっとね、相談してみたいと思います。はい。で、こちらは、なんだろう。あ、ここもね、扉になってるんだ。なるほど。すごいですね。大きい鏡もありましてね。はい。で、ここ開けていただくと、はい、ドレッサーになってます。こんな感じ。もうね、隣はバスルーム。バスタブもね、めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。いやー、こんな感じのね、すごい石が使われてて。コンセントとかはね、特になさそうですかね。あ、下にありますね。ただね、日本製のコンセントは使えないタイプになりますので、備え付けのドライヤーとかね、そういったものを使っていただくような感じになるのかなと思います。で、タオルだったりとか。で、ここね、上げていただくことができそうですね。目隠しとして。はい。バスタブがね、めちゃめちゃ広い。いやー、おしゃれですね。こんな感じ。ね、水出していただくと。こんな感じですね。これ多分ね、10分以上はね、かかりそうなボリュームじゃないかなと思いますね。はい。で、こちらに、バスソルトと石鹸がございます。あ、入ってなかった。バスソルトが入ってるのかと思った。ないんですね。ひょっとすると、ターンダウンとかで持ってきてくださるのかな。で、これを押していただくとね、こちらのシェードを開けていただくことができると。閉めたりできるという感じです。で、こちらがね、はい。お手洗いかな。お手洗いは一箇所なんですかね。こちら。はい。こんな感じで、おお、唯一、今回初めてウォシュレットがついてるんじゃないでしょうか。ね。さすがです。ゴミ箱とね。まあ、こんな感じのトイレットペーパーの置き場になってまして、めちゃめちゃね、可愛いですね。はい。なんだろう、ここら辺も、なんかスリッパというか竹というか、なんかね、自然モチーフにされてる感じですね。へえ、面白いですね。で、こちら、洗面台がね、2箇所ございます。拡大鏡もね、2箇所ございまして、はい。こちらのアメニティ。これもね、マンダリンオリエンタルさんと同じものですね。はい。マレーシア来て、この2箇所っていう感じですね。はい。お水こんな感じ。で、コップが湯飲みジャーみたいな感じで、いいですね。これがね、多分ね、アメニティバッグなんじゃないかな。ちょっとね、開けてみたいと思います。はい。どんな感じでしょうか。はい。ああ、この通りね、ここに歯ブラシとか、コットン類とか、シャワーキャップとかね。はい。こういった、マウスウォッシュでしょうか。はい。入っております。いや、このバッグもね、統一感あってめちゃめちゃ可愛い。これもなんかもう一個いただきたいぐらいですね。ほら。すごい。可愛い。しかもね、触り心地がめっちゃ気持ちいい。いやー、めちゃめちゃおしゃれです。はい。で、下にタオルがあって、お、これはドライヤーでしょうか。ドライヤーですね。これも同じ感じの入れ物になってましてね。巾着みたいな。めっちゃおしゃれ。はい。じゃあね、ここのドライヤーちょっとどんな感じなのか。フィリップス。これもどちらかで使われてましたね。フィリップス製か、なんかスイスメイドのね、ドライヤーが多いんじゃないかなと思いますね。はい。こんな感じのドライヤーとなってます。いいですね。はい。そして反対サイドですね。足元にはタオルがあって、同じようにね、コップ、湯飲みジャーンがあって、こちらは、はい、バニティキットが入っておりました。そして石鹸と、これなんだろう。なんかタオルみたいな。はい。ちょっと触り心地が違う。あっちにもね、同じものがありましたね。なんか奥敷くのかな。はい。そんな感じです。で、足元には、体重計とゴミ箱がね、ございます。そして、こちらね、シャワールームとなってます。しかもね、このシャワールーム、ここからね、プールの方に直接行けます。まあ逆に言えば、プールからシャワールームに直接ね、入っていただくことができるようになってますね。
で、ここら辺もね、シェード、上ありまして、ご自身でね、閉めていただくことができるというふうになっております。いやー、もう至れり尽くせりじゃないですか。ね。はい。で、アメニティ、こんな感じですね。これもね、非常に、いい匂いですね。はい。最高です。で、シャワーの方ですね。下がね、温度ですね。で、これはどっちなんだろう。右かな。はい。右が普通のシャワー。はい。まあ、こんな感じで、水圧はね、申し分ないのかなと思います。ちょっと緩いぐらいかな。十分だと思いますね。はい。まあ、こんな感じでね、流れていきますという感じです。はい。まあ、室内に関しましてはね、まあ、こんな感じかなというふうに思いますので、バルコニーの方ですね。テラスか。まあ、せっかくなんでね、こちら、プールサイドの方、こちらからね、シャワールームの方から出てみましょうかね。これは奥行きがね、めちゃめちゃ、無駄に広いというか、なんかスペースがめっちゃありますね。まあ、なんか浮き輪とかね、そのまま膨らまして置いとくのはいいかもしれないですね。はい。これはなんか物置でしょうかね。ね。灰皿かな。はい。出ました。プール。そうですね。横幅が3メーターぐらいで、長さは12、3メーターぐらいという感じでしょうか。まあね、プライベートプールっていう割には十分じゃないかなと思いますね。はい。で、奥はね、はい。まあこんな風になってるので、まあ視界はね、プライバシーは守られてるのかなと思います。まあお隣さんとかね、ちょっと見ていただくことはできますけどね。はい。まあこんな感じです。で、寝室もね、このように見ていただくことができますと。はい。で、まあ、こんな感じでですね。はい。座っていただくベンチというか、あったりとか、パラソルもね、開けていただくことができますし、この下にはね、このようにプライベートのさらにテラスが、あるという感じです。階段でね、降りていただいて。いやー、すごいな。めっちゃ広い。はい。まあ、こんな感じで、あ、海見ていただくのはここがね、やっぱり、綺麗ですね。しかもなんか海がめちゃめちゃ綺麗。はい。こんな感じですね。で、なんかね、シートかかってますけど、ここもね、開けていただいたりすると、ほら、こうやって、なんていうんですか、名前忘れちゃいました。ベッドみたいな感じになるのかな。デイベッドみたいな感じになるのかなと思いますけど、どうでしょうかね。はい。まあ、本日はね、こんな感じの、お部屋にね、一泊させていただくという、もう素晴らしい。はい。もう、マレーシア、ランカウイ最後のね、宿泊の日にふさわしい、ホテルじゃないかなというふうに思いますけども、いかがでしょうか。はい。ということで、最後ね、ここから戻って、締めくくりたいと思います。はい。まあ、こんな感じでね、めちゃめちゃ最高ですね。いかがでしょうか。はい。ということでね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード、下りが 16.01Mbps、アップロード、上りが 16.59Mbps となってまして、まあ、ね、やっぱりね、そんなに速くはないんですけど、まあ、ここでね、Wi-Fi の速度気にするのは私ぐらいじゃないかなというふうに思います。まあ、通常のね、ネットの利用であれば特にね、問題はないかと思いますけども、まあ、YouTube のね、ライブとかだとちょっと不安定になる可能性はあるかなというふうに思います。はい。というわけですね、こちら、ランカウイ、マレーシア最後の宿泊となります、ザ・リッツ・カールトン・ランカウイさんの方にね、チェックインが完了いたしました。最高。もうね、敷地がめちゃめちゃ広くてですね、まあ、15時ちょっと前にね、着いたんですけども、なんやかんやね、撮影とかしてたりしたら、もう16時回ってしまいました。まあ、ちょっとね、本当にね、ゆっくり過ごしながらでもね、皆様に、情報をお届けしながらね、行きたいなというふうに頑張っていきますんで、お付き合いいただければと思います。ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、準備整いましたら、プライベートプールにつきましてはいつでも入れるので、メインプールだったりとか、なんか、プライベートビーチとかあればですね、そちらの方ちょっと見ていきたいなというふうに思います。ということで、行ってまいります。はい。ということでね、こちら、ファミリープールの方にね、これから向かっていきたいと思います。またね、バギーに、乗っけてもらってね、向かっていきたいと思います。もうね、
あの角とかはねもう渋滞になっちゃってますね。面白いですね。はい、ということで向かっていきます。キッズステーションがあってですね、お子様ね遊んでいただけるところがあります。こちらのファミリープールがめちゃめちゃ綺麗ですね。インフィニティもインフィニティですね。やばいです。はい、こんな感じですね。最高。はい、プールの裏からですねこの細いね路地を抜けていくとプライベートビーチの方にね、来れるということで、今プールの方にねやってまいりました。はい、砂浜の方にねやってまいりましたが、もう砂もねめちゃめちゃサラサラで、今ねビーチサンダル履いてますけれども、もう全くねあのノンストレスですね。貝とかもねあるわけではなく、いやすごいです。あそこはねホライゾンですね。であそこで多分18時半からなんかシャンパンとかひょっとしたら振る舞われるのかもしれないですね。はい、いやこんな感じの海ですね。ちょっとね足突っ込んでみましょうかね。こっちの方がセントレジスよりは波がね立ってますけど、はい、いやこれ気持ちいいよ。こっちの方がね冷たいですね。いやー最高のビューじゃないですか。最高のビューです。はい、まあこんな感じでね海もめちゃめちゃ綺麗。あの海自体は多分ねセントレジスランカウイさんよりこっちのリッツカールトンランカウイさんの方が海でね楽しんでいただくことできるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、あセントリジスさんの方はねプールの方がねいいかな。でもリッツカールトンさんプールもねめっちゃいいですね。いや最高、めっちゃ映えます。はい、ということでね今からプールの方にね入っていきたいと思います。いやめちゃめちゃいい感じですね。冷たい、めっちゃ気持ちいい。はい、ということで今ねリッツカールトンランカウイさんのプールの方にね、はい、ということですね、今プールの方に入ってきまして、もうほぼね今人がいなくて、プールの中入ってるのは私とねパンダさんのみという形になってまして、めちゃめちゃね、最高でございます。いやーめっちゃ最高ですね。でさっきまでねこちらのあのジャグジーみたいなところでね、カップルがいたんですけれども、いなくなりましたので、ちょっとねジャグジーの方にも入ってみたいなというふうに思いますけれども、はい、まあこんな感じの、ジャグジーというかですね、まあ、ゆっくりできるスペースがありまして、あ、こっちはね、あったかい。こちらはね、あったかいですね。なので、まあこんな感じで、めちゃめちゃね、あ、あったかいっていうか、ちょっとぬるいぐらいかな。はい。ここでもゆっくりね、していただくことができるので、めちゃめちゃ最高です。ということで、まあちょっとね、ゆっくりさせていただいて、お部屋の方にね、戻ってですね、あちらのね、ホライゾンさんというレストランの方で、18時半からですね、エリート特典が受けられるということなので、そちらの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。じゃあ楽しんでいきたいと思います。ではます。はい、お部屋の方にね戻ってまいりましたので、ちょっとねプライベートプールの方にね入っていきたいなと思います。お、冷たい。おお急に深くなった。段があるかなと思ったら、そのままね、深くなりましたね。3段ぐらいしかなかった。深さはね、ファミリープールと同じように、やっぱ120、30ぐらいある感じですね。いやー、めっちゃ最高。はい。まあ、十分ね、ここで泳ぐのもね、いいですね。ほー。あー、最高です。ということで、ちょっとね、入って、この後ホライゾンの方に行ってですね、イベント、なんかね、6時半から8時まで DJ 回したりとかしてですね、フリードリンクみたいなので、本当かなっていう感じなんですけど、なので夕飯はね、20時で予約を取らせていただいております。ということでね、準備して、そちらの方、ゆっくり向かっていきたいと思います。はい、ということでですね、今日はですね、リッツカールトンランカウイの5周年イベントということでね、5年前の本日ね、開業しておりますんで、ホライゾンでね、イベントがありますんで、そちらの方にね、向かっていきたいと思います。嬉しいだよとか、はい、
こちらがね、そのバウチャーチケットになります。ということでね、5周年パーティーの5 year anniversary、コングラチュレーション、コングラチュレーション。はい。いやー、すごいですね。5周年記念の、はい。あ、イベントの会場になるからですね。これはすごい。そして、あ、やっぱりここのバーが。いやー、ばい。開業パーティー、開業パーティー、開業周年パーティー。はい、まあ、こんな感じでね、めちゃめちゃおしゃれでございます。はい、ということでね、こちらがリッツカルトンランカウェイ5周年5イヤーアニバーサリーということですね。めちゃめちゃこんなイベントのところでね、動画撮らせていただいてますけど、最高です。まあそこら辺もね、非常にね、いい感じですね。はい、最高です。はい、じゃあね、こちらシャンパンいただきましたので、いただいていきたいと思います。最高。はい、あ、チキン。はい、まあこんな感じでインスタグラムのね、フレームなんかも準備していただいてるみたいなので、早速ね、やってみたいと思います。こうだ、難しいね。あ、難しいな。ゴってやりたいよね。はい、これで、はい、こんなね、素晴らしいサンセットビューをね、望むことができる席もね、ございます。めちゃめちゃ最高。はい、ということでね、最高の席で今モクテルいただきましたので、いただいていきます。最高。本当はね、真ん中の席も空いてるけど、そこは綺麗な外国人。最高です。はい、こちらね、いただいていきたいと思います。はい、ビギンダックもね、いただいております。はい、あっていただきたいと思います。いや、マジで豪華。これで最高です。はい、ということでね、今リッツカールトンのね、なんとマーケティングの方と名刺交換させていただくことができました。あの、もういっぱいね、インスタグラムもアップしてねっていうことでおっしゃっていただきましたので、頑張っていきたいと思います。そしてね、こんな感じでパッタイだったりとかですね、はい、北京ダックとね、一通りいただいてますんで、ここら辺もね、ちょっと食べていきたいなと思います。こちらパッタイね、いただいていきたいと思います。うん、パクチー効いててめっちゃうまい。最高。まあ、その他ね、あの、北京ダックなんかもありますし、他にもチキンもあるんで、めっちゃ最高です。で、先ほどね、現地で知り合ったね、日本の方も来られてたんで、あの、お伝えしてよかったなと思います。願い事ね。はい、こちらですね、ランタンを流してね、皆さんの願い事を叶えてね、はい、プールに流していくという感じですね。Marine by up. It's going to be today as the sun set is in motion, and we are going to have a great evening today. I would like to thank you all the ladies and gentlemen for supporting us in this very special occasion. We have a great lineup of events this evening, including a lucky draw you don't want to miss. A stay and spa treatment are up for grabs. Thank you, and a very warm welcome to all our guests.And to our beautiful horizon. I thank our esteemed personalities who have taken the time to celebrate with us our fifth year anniversary. Yeah, louder! It is a matter of great pride to see the result grow and embrace our service values.
and achieve we ever thought what was never possible. From the bottom of my heart, I would like to thank all the ladies and gentlemen which are celebrating with us tonight. I take pride in saying that we have the best and the most extraordinary ladies and gentlemen with equal high aspiration and dreams. They have worked against all odds over the past 5 years to make the impossible possible. Our guests, returnees, members, and loyal Married One More members. Members, thank you for your trust and your support. I hope you made beautiful RC memories over the past years. And for those which joined us today for the very first time, welcome to the Ritz-Carlton Navi. And trust me, it will be beautiful. In so many ways, you will discover this little paradise like I did 6 years ago. 5 years seems like a long time, but I still remember receiving the call while back in Shanghai to get the opportunity to open this beautiful architectural piece. In fact, I had to Google where was Langkawi because I didn't really know. And once I found out, I knew that the magic would just be there. Now it is the place where my ladies and gentlemen and I make fond memories with all of you, our dear esteemed guests. And from the bottom of my heart, I truly thank you for being with us. 5 years ago, now, and forever. On this note, got a little goosebumps now. On this little note, let's end the chit chat and let's celebrate. Our food and beverage team will pass around a little bit bubbly and let's cut a little bit of slice of cake to kick off the celebration and create awesome memories. Your loyalty means truly the world to me. Congratulations! はい、ということでね、5周年を迎えたリッツ・カールトン・ランカウェイ、私もね、この場に立ち会えてめちゃめちゃ嬉しいです。最高、いやコングラチュレーション。Participate in, so please feel free to contact them and they'll be happy to assist you as well. If they are here throughout the night, so please feel free to contact them throughout the night and make your wishes as well. Some people will just play. So, first up, we have a relaxing 60-minute massage for two at our award-winning spa. And the last winner is 5-0. Oh. 0-2. Yeah. Yeah. このようにね、今ランタンをね流しております。Who's getting lucky for the last one? インスタライブで書いてくださった願い事を、インスタライブの視聴者さんからねいただいた願い事を書いて送り出しております。And I would have to say Insta-worthy villa to cut the grass. A two-night stay in a beautiful oceanfront villa and also inclusive of breakfast. はい、ということでね、パーティーの途中ではありましたけど、レストラン予約してましたので、レストランの方にね、移動してまいりました。はい、こんな感じですね。ビーチグリルということで。いや、めっちゃね、バーとかもいい感じですね。はい。もうね、シートとかかかっちゃってる感じですね。この奥かな。はい、こちらからですね、シーバスだったりですね、グルッパーとかですね、まあ、トビウオだったりとか、はい、魚選んでいただくことができるという感じですね。そしてロブスターだったりとか、ムール貝とかもね、めちゃめちゃ新鮮そうです。はい、ということでね、こちらロブスターの方ですね、めちゃめちゃ大きいです。そしてパンと
リブアイステーキ 300g ね、いただきました。備え付けのね、ポテトですね。はい、じゃあこちらね、いただいていきたいと思います。はい、ということでいただいていきたいと思います。まずね、ロブスターの方ですね。あー、これもね、もう刺した感じがめちゃめちゃ身がしっかりしてますよ。いただきます。うん、めっちゃグリルで焼いただけあってめっちゃ香ばしい。うまっ。そしてね、レタスいただきます。うん、レタスもあったかくて美味しいです。はい、そしてね、リブアイステーキいただきます。うん、柔らかっ、めっちゃ美味しい。やっぱグリルでね、外が香ばしいんですけど、中はめちゃめちゃ柔らかい、もうレアっていう感じなんですかね。最高これ。はい、今ね、お部屋の方に戻ってきまして、夜のプールね、こんな感じでライトアップされる感じですね。いやー、思ったより明るくてね、いい感じじゃないですか。最高です。はい、そしてね、タウンダウンの方も入っておりまして、5周年のね、記念のおやつもね、配布されておりました。ファイブとなってますね。いやー、最高。はい、ということでね、本当に今日のね、5 year anniversary パーティーはね、もう本当に最高でございました。まあ、本当にね、この日に立ち会えたことをね、本当に光栄に思います。まあ、この後ですね、ライブさせていただいて、まあ、ゆっくりさせていただこうと思いますので、また明日のね、朝お会いできればと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。昨日もね、ぐっすり眠ることができました。まあ、ライブもね、1時間程度ねやらせていただきまして、そちらの様子につきましてはこちらのリンクの方にね、出しておきますので、よかったらアーカイブも見ていただけると嬉しいです。今ね、天気は雨止みましたけどね、午前中、まあ、7時過ぎぐらいから結構な雨降ってましてね、今止んでおりますので、朝食会場の方にね、バギーを呼んで向かっていきたいなというふうに思います。行ってまいります。はい、ということでね、朝食会場の方に向かっていきたいと思います。こちらですね、ショップがございますね。リッツカールトンのグッズだったりとかね、売っております。で、こちらがね、アクティビティセンターでですね、まあ、カヤックだったりとか、なんかね、いろんなアクティビティがね、できるというところでございます。はい、というわけでですね、席の方にご案内していただきましたけど、もうね、スケールが本当に半端ないですし、今からね、オーダーさせていただいたお料理もめちゃめちゃ楽しみです。ということでね、ちょっとお料理が来るまで待ちたいのと、もう一回ね、ビュッフェの方取りに行こうと思います。はい、こちらね、アイスチョコレートお願いしました。めちゃめちゃ濃厚で美味しそうです。はい、こちらがですね、オリジナルのトーストでございます。そしてね、ステーキ。こちらね、卵とかね、他のものは一切なしでですね、ステーキを2つ持ってきてもらったものになります。はい、ということでですね、オムレツだったりとかですね、こちらね、チキンスープのヌードル、そして甘いものも含めてですね、はい、トーストだったりステーキだったりとか、エッグベネディクトとロブスターオムレツ持ってきましたんで、いただいていきたいと思います。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。まずね、ステーキの方いただいていきたいと思います。
せていただきます。うん、あ、柔らかい、ソースがめちゃめちゃうまい。うん、そしてね、ヌードルです。うん、なんかめっちゃ優しい味ですね、スープは。うん、うまい、うん、ね、いただきます。うん、すごい薄味でね、優しい味。卵はね、ピータンに入れてみました。うん、食べやすいピータン。はい、今ね、GM の方は朝ね、早くですけど、ご挨拶に来られてね、まあ、レストランも今、いろいろ、スタッフに指導とかね、されてるみたいですね。そこまでね、細かくやれてすごいなと思いますね。はい。じゃあね、こちら、ロブスターオムレツいただいていきたいと思います。はい、中にもね、めちゃめちゃゴロゴロ、ロブスター入ってる。見えづらいかもしれないですね。いただきます。うん。最高。すごいね、卵のまず優しい味がしてから、すごいね、ロブスターの香りが鼻に抜けてくる感じですね。ソースとの相性がバッチリ、美味しい。これなんかケチャップとかなくね、食べた方が美味しいかもしれない。うん、はい、そしてね、エッグベネディクトいただいていても、おー、いい感じですね。いただきます。うん、普通のね、なんかスモークサーモンより気持ち酸味が強めで、個人的にはこっちの方がね、食べやすくて好きですね。美味しい。はい、そうそう、忘れてました。こちらのね、アイスチョコレート、この旅に来て初めてね、アイスチョコレート、ホットチョコレート系をお願いしたかもしれない。最高。うん、めっちゃ濃厚で最高ですね。美味しい。がっつり食べてから思い出しましたけど、シャンパンいただいてました。ノーマルシャンパン美味しい。まあ、セントリジスもそうですし、このリッツカールトンでもそうですけど、朝からこれいただけるのはもう本当にね、最高ですね。しかもなんかこれめちゃめちゃ美味しい、飲みやすい。はい、でこちらがですね、マレーシアのね、トーストという感じです。アボカドの多分ディップの上にね、ソースとオリーブオイルと卵とね、チーズが乗っかってる感じのトーストじゃないかなと思います。いただきます。うん、なんだろう、オリーブオイルのフレンチトーストみたいな感じ、めっちゃ美味しい。はい、そしてね、スイーツですね、こちらね、ココナッツミルクにタピオカがね、入ったものになりますね。結構ね、東南アジアでは結構出てきますね。お、タピオカじゃなくコーンが入ってた。うん、面白い。タピオカコーンスープ美味しい。はい、その他ね、地元のスイーツいただきました。うん、はい、最後ね、ヌードルとこちらのね、カレーで締めくくりたいなというふうに思います。美味しそう。いただいていきましょう。はい、じゃあね、いただいていきます。ヌードル、このなんだろうな、混ぜそば的なやつ。うん、これは間違いない、めっちゃうまい。そしてお肉、鶏肉ですね。うん、あとはカレーですね。多分これチキンカレーかなと思いますけどね。うん、美味しい。もう一つのカレーが牛ですかね、多分ビーフっぽい感じですね。ます、うん、ちょっと甘みがある、なんかね、牛すじ煮込みみたいなの、味濃いめのやつ、美味しい。はい、ということでね、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。今日はね、どうしようかなという感じですけど、まあ、一旦ね、お部屋の方に戻ったり、まあ、周辺ね、散策したりとかね、していこうかなというふうに思います。今ね、幸い雨もね、上がっている感じ、また降ってきたのかな？降ってきましたけど、まあね、どうせプール入ったら濡れるんで、メインプールの方には行きたいなと思います。はい、ということでね、これからメインプールの方に向かっていきたいと思います。結構ね、風はあるんですけどもね、バギーもこうやってね、来ていますんでね。はい。さあ、いやー、ビーチもね、本当にね、綺麗ですね。まあ、ただね、すごく涼しい今日は。はい。メインプールもね、楽しんでいきたいと思います。
ということでね、こちらのメインプールの方にやってきました。結構ね、風強めなので波がね、まあまあある感じですね。はい。まあこんな感じで、昨日のね、お祭りがね、嘘のようにね、落ち着いてしまっているような感じですね。はい。だから普段はここね、こういう感じで、デイベッドみたいなのがね、置かれてるという感じですね。ここはね、昨日ね、パネルがあったわけですからね。はい。こんな感じですね。ここでね、プール入っていきたいと思います。いやー、冷たいね。めちゃめちゃ冷たい。けど、絶対ね、これはかなりね、はい、これはね、かなりインフィニティになってるんじゃないでしょうか。素晴らしいビューですね。はい。最高です。本当にね、波がめちゃめちゃ強いですね。はい。もうね、下はもうこんな感じの絶壁となってまして。この角がね、やっぱり一番映えスポットじゃないかなと思いますけど、どうでしょう。最高じゃないですか。いや、ここはね、ぜひね、この角の方にね、来てほしいですね。はい、今ね、プールの方から、ちょっとね、海の方に入ってみようかなというふうに思いますので、こちらからね、行ってみたいと思います。もうね、裸足で、全然ね、移動してきてる感じですね。はい。まあ、泳いでいくとね、向こう側のファミリープールまではめっちゃ近いかなと思いますけど、どうですかね。はい。もうここまで来たら、もう砂浜という感じですね。あ、こっちもね、砂は当然細かいので、非常に、安心な感じですね。まあでもね、ちょっとここら辺は中に岩があったりしますね。なので、とは言ってもやっぱりね、ちょっと注意しないといけない部分はね、あるんじゃないかなと思いますけど、まあ今日はちょっとやっぱり波が強い感じかな。はい。こんな感じですね。ああ、海の方がね、あったかい。めっちゃあったかいですね。でもね、気持ちいい。もうすぐね、ちょっと深くなる感じですね。いやー、でも最高。ほら、結構波来ますよ。やっぱ風があるからね。ちょっとね、このぐらいあると、小さいお子さんとかね、ちょっと気をつけないといけないですね。大人の方でもね、どんどん、潮がね、満ちてきてる感じなので。はい。ということで、まあちょっとね、海にも、せっかくだったので、入ってきたかったので、やってきましたけど、プールの方にね、戻って、お部屋の方にね、プライベートプールの方でもね、遊んでいきたいな、というふうに思います。はい、ということでね、お部屋の方に戻ってきましたので、まあ残りね、数時間ですけど、こちらのプライベートプールの方でね、遊んでいきたいなというふうに思います。最高。はい、ということでですね、今、プール等でね、楽しませていただいて、まあお風呂、シャワー浴びてですね、準備万端という状況です。今ね、14時もう時期回るところでですね、まああとね、2時間ね、ゆっくりさせていただこうかなというふうに思いますけれども、まあ総括としましてね、まあリッツカールトン、フランカウさんね、やっぱりね、リッツカールトンってすごいんだなっていうのを改めてね、思った、宿泊となりましたね。もうスケールがね、もうやっぱり、なんかね、もうすごいすごいっていうことしか、まあ、もうちょっとね、言えない感じですけれども、まあ、それ以上にですね、やっぱりスタッフの皆さんのご配慮だったりとか、まあ、いろいろリクエストさせていただいて、ご対応いただける姿勢だったりとか、まあ、そういったね、ホスピタリティ、まあ、日本とはね、またやっぱりちょっと違うんですけれども、リゾートならではの、まあ、海外ならではのですね、もう皆さん本当に
気にかけていただいて、いろいろお話ね、していただいてですね、楽しんでるみたいなね、お料理どうとか、聞いてくださるのはもう本当にね、いいですね、コミュニケーションとしてはね。はい。で、まあ、クアラルンプールからね、始まって、まあ、5泊、させていただいたわけですけど、もうどのホテルもね、正直、良さがあってですね、どこが一番良かったって言われるとなかなかね、難しい感じではあります。まあ、好み的にはやっぱりね、私、リゾートのね、ホテルがまあ好きなので、まあ、どちらかというとリゾートホテルの方がいいというね、最終的な判断にはなるんですけど、まあ、その中でもね、昨日のライブでもお話しさせていただきましたけれども、こちらのリッツカールトンランカウイさんは、やっぱり一つ頭ね、抜けてる良さがあったかなっていうふうに思いましたね。まあ、お部屋がね、当然いいっていうのは、まあ、当然あるんですけど、多分お部屋がね、一般的なお部屋であったとしても、十分ね、満足いただけるホテルステイだったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ぶっちゃけた話ですね、プライベートプール自体もそんなに長時間ね、入ってるわけじゃありませんし、まあ、ちょっとね、帽子に帰ってね、ダイブダメっていうことは書いてないので飛び込んだりとかね、まあ、そういうのはできるぐらいの、良さ。まあ、小さいお子様連れとかだったらね、安心してね、遊ばしてあげるとかっていうことはできるかもしれませんけど、まあ、うちのね、レイ君とかだと逆に、窓とかちゃんとね、染み切らないと、目を離したら危ないとかね、まあそういったデメリットとかもありますので、まあ人それぞれね、良さ、悪さというか、メリット、デメリットあると思いますんで、まあそこはね、ご自身に合うね、お部屋選びをしていただいて、まあそのホテルにね、楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。まあランカウイね、いいですね。またね、来たいなと思いますけど、まあ、他にもね、行きたいところありますんで、またいつかね、戻ってきたいなっていうことと、あとはね、本当に今回、幸いなことにですね、このリッツ・カールトン・ランカウイさん5周年記念パーティー、5イヤーアニバーサリーパーティーにね、参加することができてですね、まあ、こちらのね、ジェネラルマネージャーさんとね、チームの方と写真撮ったりとかお話しさせていただくことがね、できたっていう、本当にね、光栄だなというふうに思いましたね。はい。これはもうね、パンダさん様々じゃないかなというふうに思いますけども。まあそういったのもひっくるめてね、もう本当にやっぱり忘れられない最高のね、せいになったんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、まあこれでね、もう日本にね、帰るわけですけども、あとね、2時間ありますんで、2時間ゆっくりさせていただいて、帰国日にね、立ちたいと思います。ということで、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひね、こちらのチャンネル登録と、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただければ嬉しいです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。